団を頼むぞ。走れ、ソロ。妹の恩人です。感謝します。飢えて死んじゃないだろうね。誰のことだ？筒の外れにいる女のことです。家族はみんな死んで食いぶちを得る術がないと聞きました。探してみよう。よし、いい子だ。かけろ、ソロ。七平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。よし。お侍様。お晩です、酒井様。志村様は生きてる。駆けよう。死んでるなら役立つものばかりです。お気に召しそうなものを加えました。礼を言う。
道中のご無事をお祈りしています。疑ってるなんて言ってないだろ。嘘じゃない。矢筒を新しくいたしませんか。あれは二頭の鹿が並んで立った。それはどうぞ見ていってくださいよ。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。コモダの恨み晴らしてやる。一人も残すな。次々と囲まれるなよ。
ぞ。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。ふっ、やるじゃないか。来い、空。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後、お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった。職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。荷車だ。飯が残っておるやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。ふっ。よし。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。何やつだ。おい、心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ、対はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。
それほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、蒙古からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。すべて奪われた。何があった。賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った。北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
一番手は誰だ。米だ。盗んだものに違いない。走れ、ソラ。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずとも、お主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。
かけろ、ソラ。負けたなんて信じられない。本当にそうだね。族や海賊がいてもあのお方たちがいるから安全だと思った。それが今狩られるのを待つウサギの気分だ。でも酒井様と志村様は生きていらっしゃるのよ。寒き途中に根ざしたる大きの餌さえ際を知りけり。
ソラ。Sumpter aves destir. Ne kum sumtevla? Bitte du darfst wohl. Ich dik holo sag da harsidisch. Barcela. Tertent ben.
走れ、ソロ。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か。
ただの賊か。わかりません。ですが、なぜか泣いてました。酒井様。ケンジ、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと。お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。もうこの野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった。あっしはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。お前と俺といつも何かに入る羽目になるな。明暗でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。無敵のタルキンたち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマタッ、モルピクニクボルソン。開いた。見よう。まさかうまくいくとはな。
信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？すべてあいつが撒いた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って、藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって、食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いやいや、間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。来ていらしたこと、みんなに伝えます。弓の手入れをいたしましょう。また頼むぞ。猛虎の武器にも負けません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。あなた様のお役に立てていた。太刀を鍛えて差し上げましょうか。鋭さと切れ味が増しました。その太刀が飛ぶのを運びます。
かけろ、トラ。お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがないクス氏で、野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですから、お守りくだされ。よし、分かった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話がまことならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく駒田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはない。嘘だ。来
危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども堂々たる態度で丁重に頼めばおそらく。あのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振るう前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。生粋の屈指だな。そら、さあ。ちょっと、クスシさん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてことを。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。
苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。猛虎です。なぜ池のそばに？ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。ペルリュー、ゆえこっちを抜け。Sugar ducks up back him
こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかし、あなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。すべては民を守るためだと、太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど。失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。ここへ。いや、野営は目の前です。大変だ。妻が息をしていない。いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ。すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒が有縁であると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。調べるぞ。死に方をした人なら知ってるけど、その人は崖から飲んでたから。ああ、玄米か。そういえばそんな人もいたね。猛虎の酒を
ずっと強いのかも。そうでしょうね。それか金が有り余ってるから浴びるほど酒を飲めるのかも。それで死ねるなら格好者だね。当時に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。よし。うちの道具を見ていってください。侍に勝てる人はいないんじゃなかった？どうしてみんなやられたんだろう。手に入りにくいものが揃ってますよ。それで猛虎を倒してください。お気に召すかと。さあどうぞ。どうかそれで勝利を。またお越しください。気持ちを入れ替えられる。鳥を見てるとここで起こってることを忘れられる。
反兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍よ、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。Zum Tür, du hast nicht hier beschwört. Du bist Samrat, nimm zum Tabern. Zum Kurse Kuste. Oi, und du kriegst ein Harta.
Бас харвад бас. Ой, өнөөх их чи харна. Би харахгүй бэ. Очиж бари. Доошо. やむを得んのだ。 Чисевсик ночиче! Докоркачи! たちの鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。 진습식 노지체! Come on.
Someone horak sekwi. In her as her rod, my son. Бидний хотоо тагнахаар шийдэж ахиж харамлал одоод ална тэрний том биш байх юм байх үү юуш биш байж ээ お侍、この縄を切ってくだされ。逃がしてやる。もう安全だ。タカという鍛冶屋のように、わしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。他に手はない。家族がいるんだよ。あまさ。火を消しましょう。ここで死ぬかと思いました。動けるな。
死にたくない。ママクソン、何が乗るもうこの起きてを。ありがとうございます。動くな。村大阪。いかにも。もうこの掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。村の薬師も神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。今少しだけ辛抱してくれ。恩に来ます。安心するな、行け。아저씨빨리오이우리극장할때이고ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。命を出す者が死なねば村は平和になりません。奴は村長の家におります。感謝してもしきれません。
分。진상가없네지금 하루 어이 은호 극장 한판 馬が歩かなくなれば俺は蹴るお前が動かなくなれば俺は蹴るさあ働け蹴られたいのか蹴るにおい運動극長張るだ手でんなやつ持ってるちゃんとこどくてるもっさむらゲット使い아무리 내게 말하고 말고 목따라 목놓고 가자 우스 사무라이 조스 셀베 Thank you.
侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。お手伝いできることは？素材が足りないようですね。助かった。より頑丈になりました。